さあ、で始まりました。もちチャンネル。さあ、今回は。ひらだや。皆さん、こんにちは。早稲田学塾代表のひらです。よろしくお願いいたします。はい、森哲さん、ちょっと困ったことになってるんですよ。大学入試を取り巻く現場において英検を取るっていうところが通例になってきつつあるんですよね。どの子もこの子も英検取りたいですみたいな感じになってくるんですよ。これも現役浪人問わずなんだけど、うちのチャンネルを見てるような子だと総計とかさ、あるいは G マーチ、カンカン同率あたり、こういったところの子たちがボリュームゾーンになってくると思うんですけど、英検においてちょっと今困ったことになってて、スタイルがちょっと変更になるみたいなところとかは、まあ、その辺は別に問題ではないんですけれども、森田先生のワークブックの中で最新のスタイルに合わせて改訂もされたじゃないですか。すごくいいんですよ、子供たちから、うん、ありがとうございます。そうなんですよ。この本やった後で過去問化に取り組むと、まあ、スタイルが身についたと、うん、でスタイルを身についた後は練習みたいな、はい、こうシンプルな流れで点が上がっていくんでっていうところなのですが、そもそも英検を2級、準1級と取っていくにあたって、うん、間に合わない子たちがね続出するんですよ、ね、計画的にやらないと。これ結論から言うと、2級は高2のうちに、で準1級はまあ難しいんだけど、受験学年の1学期。人によっては秋まで持ち越しちゃうかな、みたいなところで、第3回の試験は受けれないですから、CBT でやるっていう方だったらね、いいんですけど、ただちょっと僕の肌感覚、CBT で取りましたっていうか、意外と少ない。少なくとも受験生においては。そこの辺もなんかちょっと聞きたいなとか思ったんですけど、はい、高2のうちに2級取らないとなんで間に合わなくなるかっていうと、そもそもの回数の話なんですよね。うん、高2の1学期とかに2級取りましたと。それこそスコアまあ2000何ぼで取りましたみたいなところになったとして。でも、2級取ったとて、じゃあ、それだけじゃ、G マーチカンカン同率、早稲田もそうですけど、役に立つスコアなのか、2級が役に立つのかってなった時に、かなり限定されちゃうんですよね。そうですね。うん、残念ながらその通りだと思いますよ。うん、だから、ちょっとこう2級を2年のうちに取るために、みたいなところでのスケジュール感みたいなところを森田先生ちょっと話せないかなと思ってて、はいはいはい、どう思います？まずね、大前提としてね、うん、勘違いしてる人が多すぎて、うん、英検簡単だと思ってる人が多すぎるんですよ。で、これネット上にですね、インターネット上に立教出すのにこんだけでしたとか、ここに出すのにこれだけでしたっていう書き込みをしてる人たちの点数が高すぎるんですよ。なるほど。自慢 C が。それが当たり前だと勘違いしてて、英検準1級ってみんな受かるものなんだっていう、大前提が間違った情報がすごくルフしていると。それが、ルフィしてると。ルフィじゃないわ。それがもう大問題、うん。まず2級すら突破できない人がほとんどであるってことを知っといてほしい。本当その通りだと思って、そもそも論ね、英検ってリーディングがあり、スピーキングがあり、リスニングがあり、ライティングがありっていう4刀流で襲いかかってくるわけですよね。その時点でまず簡単ではないし、それで、あとライティングなんかもね、英検2級のライティングって実質早稲田政経と同じぐらいのレベル感です。はっきり言って青学だとか明治だとか自由英作文系を課してくるような大学の入試問題と比べると、テーマ及び文字数とか英検2級の方が上ですから、だから結構難しいんですよね。そうですね。なんでそこを忘れないでほしくてですね、英検準2級プラスができるっていうので、うん、はそんなの2級と準1級の方が差があるんだからそっちに作れよって思ってるかもしれないですけど、圧倒的に高校生のボリュームゾーンは2級なので、うん、2級を受からない人がとてつもなくたくさんいるので、だから地方の本屋に行けばわかるんですよ。2級が圧倒的に多い。ああ、そうなんですね。で、ネットの僕のうちのチャンネルで出ている動画も2級の方が圧倒的に準1級より伸びてますね、うん、それぐらい2級の方がいっぱい受けてて2級の方が受からないっていうのが、うん、あれ、あ、もちろん難しさは11の方が圧倒的に上ですもん。圧倒的に上だし、受かるまで時間がかかるっていうのはあるんですけど、はい、それをまず忘れないでください。もちろんマーチ行く人と11持ってる人が多いので、それが当たり前だと思ってるんですけど、そうではないってことを知っておいてください。っていうことはですよ。はい、話戻しますよ。っていうことは、英検2級だって、ある日突然英検2級の対策してたら英検2級に合格できるわけじゃなくて、英検2級に合格するための積み重ねが必要になってるわけですよ。な、うん、だけど、じゃあその積み重ねって英検2級のレベル感考えると、僕の肌感覚なんですけれども、リーディングだったら共通テストと同じぐらいのレベル感の文章レベルかなとか、で、ライティングだったら、それこそもう、その辺の難関次第より全然上だったりとか、うん、リスニングだって結構まともなものが設けられるし、でスピーキングだって絵とかを見せられて、そんなに長くはないけれどもちゃんと練習しておかないといけないっていうところで、スピーキングなんかね練習してなかったらもう
り出ないですからね、うん、っていうところもあるわけですから、でもその力を支える土台作りをしてからの英検2級のこういう本でのスタイルを合わせた対策になってくるんで、もうね高校2年生のね割と早い段階から英語の勉強とかまともなものをスタートしとかないと、そもそも論 G マーチカンカン同率総計基本も、でもあそう基本も英検入ったもんね、はいはい、うん、異常な数コアではありますけれども、そういったところで役立てるためにはちょっと使い物にならんわけですよね、はい、そうですね、だから2級をちゃんと早いうちに取っといて準1級の対策して準1級取る、その後に受験の対策があるわけ、うん、こういう風にやっていかなきゃいけないんですけど、え2級意外と受かんねえじゃん、あれあれあれっつって高3まで入る、うん、で準1級あれあれあれ受かんねえじゃんって言って準1級ギリギリまでやって受かんないで、その後の次第の勉強とか国立の勉強が間に合わないとかっていう風になっちゃいがち、うん、ガチなんですよね。まあ森田先生おっしゃってくださったように2級取るのですら結構タフな話なわけですよね。でもじゃあその高3になった時にそんだけの英語の力がしっかりある人って一体どんだけおんのって考えると、うん、まあそうそういないってなってくると、その準1級取り台ですっていうことだけ言われたっていやいや無理ですよって話になっちゃったりするからね、早いうちからの受験勉強を開始してねというか、はい、少なくとも早いうちからの英語の勉強をスタートしてねっていうような話にまあなってくるというかね。そうですね。でまあ2級ですら難しいんだけど、今言ってくださったように2級と準1級の間だってものすごく壁があるわけじゃないですか。って考えたらなおのこと準1級取るのむっちゃ大変なわけですよね。そう、うん、だからマーチのね、勉強とかしてその後に、ね、確かに2級見りゃ簡単ですよ、うん、簡単だけどそこに行ってるから思えるだけですからね。あのなんかこう順番の感覚が結構ごっちゃごちゃになってくるんですよね、はいはい、マーチぐらいの実力あったら2級受かるんだけれども、でもじゃあ2級に挑戦する段階でマーチぐらいの実力があるとどれぐらいおんのっているわけなかったりするし、その辺のことを逆算して考えると早いうちから取っとかないとダメだよってことですね。それがこう2級は高2のうちに取りたいよと、うん、で準1級とかだと1次試験とか取ってたらこう1次免除で2次試験だけ受けることもできるじゃないですか、はいはい、それだけ2学期に持ち越してみたいなところでもいいから、とにかく第3回とかになっちゃうとこのねこうスケジュール感見た時に年3回英検の試験あるわけですけれども、 CBT 抜きにしたらもう第2回目まで取っとかなかったらもうアウトですもんね、うん、2月中旬から3月上旬ってだってもう大学入試の試験始まっちゃってるわけですから、うん、第2回までの試験で取っておきたいよっていうことと同時にもう一個の森田先生に聞いてみたかったのが、はい、CBT のことどう思っとるの？どう思っとるの、うん、結構いけそうなもんスピーキングが結構違うんで、うん、それが慣れればっていう感じですね。両方ある一長一短なんで違いが、うん、面接で人がいた方が取れるって人とパソコンの方が緊張しないって人分かれるんで、ああそういうもんなんですね。なんでそこが違いですね。これうちの塾だけなのかなどうなのかな、高校生たち CBT で英検取った方の感想とか聞いてみたいんですよね、あるいはコツだったりとか。僕の周りにはいなさすぎてなかなか生徒指導でも背中押してあげられなくてちょっと困ってる部分はあるんですよね。まあ、時間制限があることに対してどう思うかですね。その時間表示があるから楽だと思うのか、うん、時間が出てるからやばいやばいやばい焦る焦る焦る、ああ終わんない、ああ言えなかったっていうのがですねあったりするんで、だから人の場合だと結構待ってくれるんで、そういうことか、だからその辺がね差としてありますね。まとめますと、まとめるととにかく時間がかかると、取るまでに早いうちに取っておかないと後でしわ寄せが来るよと。なんで英検準一をギリギリまで高3の2学期まで勉強してると遅れちゃいますから他の対策がね、うん、だからそれを考えたらもう2級は早いうちに取っとくことですね。準1を高3の頭ぐらいには取れるようにしておくってなると2級はなるべくそれよりも前に取っておきたいなっていうのは、うん、そうだね。本当に繰り返しになりますけど、今日の僕がこの動画で皆さんに伝えたかったことはただ2つ。まず英検2級を高2のうちにどうしても取ってほしいってこと、うん、じゃないとね、確かにね総計とか G マーチカンカン同率あたりで英検を本当に活かしてみたいな話になってくると準1級まで欲しいんですよ、うん、だけど欲しいって言われてもいや間に合いませんっていうところで議論がなってきて、指導する側としては困るんですよね、はいはい、時間がなくて、うん、だから準1本当に取る気があるんだったら高2のうちに2級を取っといてくださいと。2級の延長線上な部分っていうのも多々あるんで、うん、2級だってさっき言ったようにマーチカンカン同率ぐらいの実力がないとハイスコア出していくことって難しいので、ただ受かればそれでやったじゃないから、うん、やっぱりハイスコア取っとけば入試で使えるところもある可能性も結構あるんで、言いたいことの2つ目は高2のうちの本当にもうね、あのいつからでもいいんだけど、なるべく早めから英語の勉強だけはせめて頑張っておいてねというところでございます。そうでございます。ぜひともそういうのを意識してやっていただければと思います。なんか今日はちょっと僕の指導者としての愚痴会みたいになっちゃいましたね。そうです、
ということで、ぜひ早いうちから対策してください。対策動画に関してはいろいろ出てますので、そちらも買ってね。いただいて、そうです。こちらもやっていただければと思います。新しい新形式版になっておりますので、ようやくも入ってるよ。ぜひやっていただければと思います。ありがとうございました。Thank you for watching. Thank you for my ching.